えーどうも、富でございます。えっ、ー、とですね、まあ、天保マージャンロックということでですね、えー、前回、えー、7級に一応昇級したんですよ。で昇級した場面が取れてなくて、えー、結果はね、1位だったんですけど、そこまで取れてなかったので、まあ、昇級したことはちょっと見えなかったと。で、えー、この番組に関しては、えっ、ー、と、天保を、えー、この UGP2018 というアカウントでですね、えー、繰り返し行っていき、えー、天保のこの、 え無料で昇級昇段できるのが確か4段までということでですねえ4段になるまで続けようという企画でございますはいまあ今のところはとりあえず3位が1回もない、えー、7 0 0やってえ1位がまあ2割8分、えー、2位が5割7分、えー、4位が1割4分、えー、3位が1回もないみたいな、えー、まあそんな感じになってますはいじゃあやっていきましょうまあねこの やっっててる最中のそのそトークとかってあるんだけどあの時にね、あんまりね、麻雀の話しない方がいいのかなとかって思ってて、っていうのも、絶対言ってること同じになるんですよ。そんな話してると。うん。おぉ、993段、新人7級ってこと。今日は段、ここ怪しいね。でも段の人が少ないいいんじゃないわかんないけど。 えー、ドラがいいピンかな。いやー、勝っていきたいけどね。でも今のところさ、7000円やってさ、3位がないっていうのは、3着 ?3 着がないっていうのはすごいよね。なんか。 よくわかんない、ね、7000やって3着。な、ま、ら、あ、んもんかな。でもね、まあね、やってて思うんだけど、まあ、2着はよくあるあるなんだよ、やっぱ。しょうがない。なんか普通に打ってたら2着になるんだよ、そんな。そういうふうにできてるもん、あちゃんなんで。はい。<laughs> まあ何言ってるかわかんないけども。ちょっとこれあれだね。きび、きびいな、厳しいな。 ああいいピン、トラ入ってきたね。リアンピンとかね、ポンと入ってきてくれると嬉しいんだけど、ちょっとなんか、雑だな、えー。これ、123の3式とか狙っていきたいとこだけど、なかなか難しいな、これ。まあね、一相が重なってるっていうのも。で、い,いピンが重なってくると、 たちまちまどうするか迷うなこれチートイとかにいや多分最速点配に近づくの遅いんじゃないかあスーピンがなくなるんだふん おぉ、うまいこと入ってきたね。これで、えー、まぁ、あ、3、えぇ、ー、2ピンとかね、えー、3ワンとか欲しいとかね、ーワンでもいいけど、そうすると2ワンがいらない。まあここでね、3式高いとこ持ってくんだったらウーワン。まあウーワン、両面に受けれるからウーワンの方がね、有利なんだけど、ここは。切りましょう。 高いとこ行きましょう。今ね、ウーアン受けてね、サブロンは待ってる方が絶対いいんですよ、それ確率的には。ああ、まあだったらスーアン切り落として。まあ、ここでね、もう切れんからね。ああ、リャンピンが2枚切れたぞ。ちょっと厳しいね。 3ワンも、えー、これで2枚切れてってっていう形なんでちょっと次ねあのカミチャが3ワンを切ってったらもう泣くしかないのかなとえー、リーチこれでいいシャンテンですがえーシモジャがリーチ入ったので 3、えー、ピンがね、切ってリーチですけども、ちょっと抱えれないのかな。もうどこ切っても、現物切って。いや、もう、一発回避だよ。ン。ピン切れたね。<laughs> 危ないな危ないねぇ。2ピン、カンちゃん、短期。 えー、トイレがが上がってきました <laughs> ちょっと今のは危険だったね危険な橋を、えー、渡っていってますね 最近ね、なんかあんまりね、あのー、関係ない話なんですけど、僕、あのー、割とね、スカイプってあるじゃないですか。スカイプ割と昔やってて、で、スカイプって、まあ、新規で、こう、新しい人と話すっていうのに、えー、スカイプチャンネルっていう掲示板使うんですよ。で、もう、結構、その、スカちゃん、スカイちゃんっていうんですけど、 スカちゃんを、あのー、ずっとやってなくて、っていうのもなんか、めちゃくちゃね、最近ね、あのーえ、仕事が <laughs> 忙しくて、全然なんか、うん、そういう時間がなくて、みたいなことが続いてて。うん。でね、これいいね。 で、まあ <laughs>、この間久々にね、なんか、あのー、イーチ自分、荒沢ですみたいな書き込みしてるね。その女性がいてね。あ、もう年近いし、まあ、あのー、話しみようかなと思ったわけ。あ、別におおあのー、出会い中とかそういうのじゃなくてさ<一>あ。いや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 。いやー。 あーほんと。ピ品は大丈夫だけどさ。怖いなほんと。この止まる感じ。でね。まあ、あのー。話したらね。いつも。あのー、積もった。えー、リーチ、メン、タン、ラツと。でね。まあなんか。 話したらねなんか事のほか声若かったんだけどなんか年齢は31で今年2になるって言ったからあのー、僕ね1個上だったんであ <laughs> れで話しやすい人だなと思ったんだけどだからその人がねまあなんかあの既、ー、婚者だったんだけどうんで旦那さんと、えー、結婚して5年目ぐらいになるらしくて で、なんか、旦那さんと結婚した馴れ初めみたいなのを聞いたんだよ。確か。で、そしたら、旦那との出会いは、スカちゃんでしたみたいなこと言うわけさ。いや、別におかしいことじゃないよ。今の時代だから、全然別に SNS とかで出会っても別にいいし、別になくもないし、みたいな。それはわかるんだよ。別にないっていう人もいるけど、全然ありだと思うんだよ。その、出会いアプリとかでも出会う人いるわけだから、 全然個人的にはいいと思うんだよねそういうのってでねなんかねその最初ねって出会った時はなんかその人 <laughs> なんか大阪の人なんだけど <G! S 1> 元々は。 で、旦那さんがね、東京の人だったらしいの。で、スカイプで始めたら、同い年なんだけど、旦那さんが。スカイプで話してたら、なんか旦那さんが、そのスカイプで結構、青よ的な、猛アプローチかけてきたわけさ。こう、好き好き、あ、もう、もう青々みたいな。これ嫌だな。アプローチかけてきたわけよ。だけど、正直、ネットじゃんみたいな。 だからそういう気にね、あのー、ならんかったんですよ。いや、そういうつもりないから、みたいな。最初そうだったらしいのよ。一応仲良くするのはいいけどさ、会うとか無理だから、みたいな。まあ、あるあるよね<ん>、で、なんか実際に、ドン その会う以前にね、なんかね、その、Skype でお友達として仲良く、えー、してる中で、なんかね、あの、その、お嫁さんの方、お嫁さんになった人の方が、なんか詐欺に引っかかったみたいなのがあったわけさ。で、それがどういうのかっていうと、なんか、ここのサイトで安く物買えるよみたいなやつあんじゃん。なんか、ネットとかで、よくある。 なんか、ここ、ここで買うと安く買える、みたいな。クレジットカード払い対応、みたいな。えっと、その、楽天とかさ、その、ギャフショッピングとか、ああいう大きいとこじゃなくて、なんか、いかにも、なんか、怪しいやつあるじゃん。まあ、それちょっと伝わりづらいかもしんないけど。で、それも、なんか、スカイプなのかな、なんかわかんないけど、なんか、ここや、物安く買えるよって言われたらしいの。 なら、いや、いいじゃんと思って、まあ、すぐその人が、多分、その女の人は、結構人のこと信用しちゃうたちだったみたいで、で、そこにクレジットカード番号とか入力しちゃったわけさ。でも、それって、なんか、あの、情報を抜きたいがためにだけ、その、作ったサイトだったわけさ。 だから、実際問題、機能してるサイトとかじゃなくて、その、ショッピングサイトとしてね。その人の個人情報を抜くだけのた、もうその人っていうか不特定多数だけど、その人の,その個人情報を抜くためにあるみたいな。 だったらしいのそれに引っかかっちゃってもうそれに登録しちゃったらなんか携帯電話とかタブレットとかなんか4台、えー、ぐらいとか通帳作られたりとかいろいろしてなんかそういう詐欺被害みたいなのやって結構参っちゃったわけお金取られたしみたいな勝手に使われたしみたいなクレジットカード<本>でそういう中でなんかあのー、<本>その お嫁さんだった方が、ね、なんか憔悴してた憔悴しきってたみたいな感じでまあやばいじゃんそれって。 で、そういう中で、その、なんだ、旦,旦那さんが、なんか、あの、もうだったら、もう俺と結婚して、俺のとこ来ちゃいなよみたいなこと言ったわけさ。もともとそういうつもりなかったんだけど。 旦那さんの方はその女の人に好き好きだったらしいの。で女の人はそうでもないって。まあとりあえず一回会ってみようよみたいになって。で実際会ってみたらそのなくもないかな的な人だったわけ。別に好きってほどでもないけどなくもないかなぐらいに思ってでもそういう自分が、うん、さっきとかの被害にあって参ってる時に、うん、一緒になっちゃうねって言われたから<し>もう迷わずそれ。 っっちゃったみたいなドンやられたねこれ1300点だけどまあいいかなちょっと大きかったんだけどな頑張ってやってほう 三原杯最初から持ってるけど、ま、あここはな、泣いていこうかな。あ,あだもそのスカイプとかでも、そういうなんか、やっぱあるのかなっていうのはあるよね。やっぱ女の子って、そういう悩みとか、そういうの持ってる時に、なんかやっぱ、女の人って特にそうだけど、なんか救いの手差し伸べられると、ちょっと弱いとかあんじゃん。 うん、そものすごい言い方悪いかもしんないけどなんか楽な方っていうか甘い方に行くみたいな。うん だからね、大事だと思うの、そういうのって。うん。本当はわかんないよね、と思って、それ見て、それ聞いて。<laughs> それ25、6の時だったと思うんだけど、まあ、その結婚したことについては後悔することもあるけど、結果的には後悔したことないんだってやっぱ。でもね、後々ね、その旦那さんと25で結婚してね、後あ々とあとやっぱ、そのスカイプをするのがその人が好きだから、いろんな人とスカイプで出会うんだけど、 あとで出会った人の方が魅力的に見えちゃったりすることもやっぱあるんだって。でも、なんかトータルすると、旦那さんがやっぱ一番いいかなみたいな感じ。総合するとね。みたいな感じに見えるみたいな話して。ああ、そうなんだ、みたいな。まあ別にその、よくさ、こうインターネットでね、なんかこう、 えー、経由してね、出会うっていうの、ちょっと、あのー、違うじゃんっていう人いるんだけど、それってね、結構ね、時代遅れっちゃ時代遅れだと思うんですよ。まあ、別に、その、ネットじゃなくてもいいぞ。ネットじゃなくてもいいし、ネットでもいいし、みたいな出会い方なんてね、正直、どんなんでもいいと思うよ、うん。ただやっぱ、その、ネットってやっぱさ、顔見えない中で最初出会うわけで、まあ、その別に、 そのかっこいいとかかっこ悪いとかじゃなくてさ、やっぱ、あのー、怖いってのあるよね。怖<ー>うん。すごくさ、<ン>なんていうのかな。こう、例えば、こう、声色とかが優しそうに見えたりとかさ、あるんじゃんなんか。あ、いい人そうだなと思ったりとか。でもそれってさ、電話の向こうで相手がさ、どんなこと考えてるかなんてわかんないじゃん、やっぱ。その 仕草とかさその表情とか見えたらさなんとなくその嘘みたいな感じの本って見破れたりすんじゃんやっぱり情報が少ないから見えづらいじゃんそういうのって。だからなぁとは思うよね。 でもねそういう出会いとかがあるっていうのを見ると、あ、え、な、ー、がちこうネ、ね、ッでのさ、そういうつながりっていうのもさ、別に悪くはないかなと思ったりもするんだよね。ちょうどやっぱあの気が合う人とかがいたりすることもやっぱあんじゃん。 まあ全国のさどういうところにさ自分のその、えー、本当に気の合う人がいるかなんてわかんないしさまあネットのね逆にその悪さ悪さうんうんチー っていうのはやっぱ、あのー、やっぱね、その繋がってる人が全国いろんなところに住んでるから、やっぱネットでね、出会ってもすぐに会える距離にないよっていう人が多かったりとかするから、せっかく仲良くなっても、ちょっとねっていうのあるよね。C! マンズが変えたいんですよどん<ン>出てくるね1300今日硬いね おぉ、薬杯2杯だよ。いいね。<laughs> ポン中発ポポンと鳴いていきたいとこですよ。ここもドラ2個、ドラ含んでるからね。うん、3万とか入ってきてくれるとなありがたいんだけど。 どこでどういうふうに運命っていうのは回ってるかっちうの分からんね、うんまあねその絶対こうええー、まあ付き合うと思ってなかった人と付き合うこととかもあるしねほんと運命なんかどうなってるかなんてわかんないよねうんほんと マージャンみたいなもんよ。予期せぬことが起こるから。オンいや、ちょっとなんかここ、あれだな。オンそう切り落とすのバカかな。バカっぽいな、でも。これでチューン投げたらさ。 北西と思うよね <laughs> <coughs>。いや、でも、想像危険だから早めに切っときたいんだよな。なんか、なんとなくだけど。あ、これいいね。この重なり方、e。一1早めに切っとけばさ、ここでチューンなければさ、リャンワンもでもドラだし、大きいよね。パーピン切れれば。おおいいね。 切れればね,切れねえん、ねはい、1000点しょうがない、えー、一番上がっちゃいかんとこから今現在2着で7四、えー、局でも親がありますからえー、3位になる可能性もあるね十分に気をつけていきたいところかないい手入ってんだけどねやっぱこういうところでその弾けるかどうかっていうのは大事だよね今のね1000点なんで この1000点に泣くこともあるんでね、ここで上がって。一番、あの、上がられちゃいかんとこに上がられたんで。でもなんかその人結構リーチギーな人だったよ。あの、結構夜中、朝方ぐらいにスカイプして電話したんですけど、なんかちゃんと話を終えた後に、 なんか、ありがとうございましたとかって言ってくれて、いやいやいや,やみたいな。まあ別にありがとうございましたもくそもねえのになんとか思って。うん。でもさ、旦那がさ、なんかその、かまってほしいからさ、スカイプしてんのん、やっぱ、あんまりよろしく思ってないとかっていうのもあるらしくて。本巻いてこう。 ポポンと泣いていこうへえパーピンを泣いたつのがいいよね。 これ、トイトイまであるからな。ウッソを切ればトイトイか。赤ウッソだからね。チッソ入、ツッ入ってくれば、テンパイ取った方がいいかもね。トイトイ単葉でもいいけど。だ赤ウッソを、変なとこまで抱えてると、めちゃくちゃ怖い。そろそろ泣きたいよ。 やっぱ僕ね、最低限の話なんだけど、<laughs> まあ、使う場面はあれでもねあの、ありがとうございましたって言えるのってすごく大事なことだと思う。本当に言えない人多いもん。ああ、入ってきちゃうならしょうがないね。トイトイに持ってきたかったですけど、これはしょうがないかな。3ワンロピンでいきましょう。早く明かりたいからね、親だし。 わわざざそこ突っ張る意味もわかんないし。いや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 。いやも知らん。サイマルよ、ビリマルよ。止まるの怖い。終わったかな終わんねえな。本当怖いよね、この状況。 下手にね、上がられてもみたいな。ト面がね、ぶつかってね、5000点ぐらいポンって取られてくれるのが一番いいんですけど。で、5000点ぐらいでさすがにさ、三角しないでしょこいつがいかにお、おかしいつ。おぉ。電波継続ですね。はぁ、スッチピンね。ないよ、それは。 1500点ずつもらいました。全然あるよ、これ。おー、これラッキーだね。ちょっと。チュン3枚最初からあるんで。もう泣いてってね、チュン飲みでも全然いいですよ。あ、チュン飲みじゃないわ。ドラドラあるわ。これ勝ってくれって言ってるのもハイパイだよね。 いい,シャンンいいシャンテンだよこれで E1 かもうロスを泣いた時点でいいしテンパイですからラッキーなのかないやー少なくとも早めにねリーチかけれれば全然いける手なんで やっぱね、そういう風の馴れそめみたいな聞いてるぞさ、やっぱこう、なんだろう、恋愛っていいなと思うことも、いっぱいあるよね。まあ、パワーワン切っとくべきだったかな、ちょっと、ミスったね。 まあね僕もなんかこうちょっとねいい出会いがあるといいなってその別に恋愛じゃなくてもね、うん、ちょっと思ったね仕事ばっかで出会いとかそういうのないんですよ全然。 いい音出てくんねえから間違ってその前にやられそうだけどねでも突っ張るよリーチいや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 ないないない いや、負けと紙一重だよ。こんなの？チューン落としていけば負けはないけど。 いいとローソーも切り落としていけんからねチュンだけだよ何度かやれるとしたらおおかんか危ないことしちゃった大丈夫かな C いや流れて本当。 曲がれなくていいから流れてほしいよロンロンそこからドラウラカーカ8000これは初めての3位、えー、この僅差で初めての3位になりました そうね、上が3万2000でね、2万8000で、ね、こんな差ないんだよ。うん。すごいね。はい。こういうこともあるということで。はい。ということでね、えー、今日のマジャン動画良かったと思う方は、えー、高評価、コメント、えー、チャンネル登録お待ちしてますので、ね、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。トミーでした。